はい、皆さんこんにちは、ドン吉でございます。本日10月の11日なんですけど、今日の夜からね、明日の朝にかけて台風がね、また近づいているということで、いろんなところでニュースやってると思うんですけど、皆さん十分気をつけてお過ごしください。なるべくね、被害が少なくて済むように祈っております。ということで今日はですね、 iPhone の話をね、ちょっとさせていただきたいなと思って動画を撮影してます。で、何かというと、実はね、 iOS が 13.1.2 に上がってから結構ね、特に iPhone 11 Pro とかで通信障害が起こってるみたいな書き込みをね、見るようになったんですね。自分の周りの方でも同じような症状に遭ってる人がいたんで、ちょっと自分なりに調べたり Apple Store に問い合わせたりしたんで、その辺の情報をね、今日は皆さんに共有したいなと思って撮影しております。じゃあ今日の動画行ってみましょう。はい、ということでね、今起こっている状況なんかを簡単にお話ししたいなと思います。僕の周りにいる方の症状からお話しします。その方はドコモ系の格安 SIM を使ってるんですけど、あるタイミングからね、いきなりプツッと通信が切れて、電話もネットもできなくなったそうです。それになるとね、もう数時間通信ができなくて、機内モードにして戻すと、だいたい通信トラブルって戻ったりするんですけど、それでも全然治らなくて、 SIM カードの抜き差しとか SIM カード吹いて入れ直したりしても全然ダメだっていうことでね、ちょっと僕の方にヘルプが来たっていうような感じなんですよね。いろいろお話を聞いていくと、 iOS の 13.1.2 にアップデートした後ぐらいからね、ちょっとおかしくなりましたよっていうことで話があって、この後ぐらいから頻発してるみたいです。契約してるのが今ビッグローブらしいんですけど、ビッグローブのサポート窓口に問い合わせたんですけど、結局はドコモかアップルに問い合わせてくれということで連絡が来て、僕のところにヘルプが来てっていう流れです。で、ね、書き込みとかをね、いろいろ調べていくとね、やっぱりね、似たような書き込みがいるんですね。 Twitter とかから情報を集めた感じだと、ドコモ系の SIM に多いですよっていう書き込みが非常に多いんですよ。これは格安 SIM に限らず、ドコモその本体の契約の人も結構出てて、もう iPhone 返品したいとかいう人がね、結構いらっしゃるんですね。せっかく新しいの買ったのに分賃みたいになってるだけだと、もったなくて仕方ないですもんね。まあ、そんなところで、まあ、見ていくと、それなりにね、書き込みが上がってるんですよ。ただね、すぐにはなかなかニュース記事として上がってなくて、ここ数日徐々にね、こう記事が増えてきたみたいなイメージがあります。まあ、そんなところで、とりあえず、まあ、知り合いの方どうしようもなくなったので、僕がちょっとね、間に入ってアップルの方に確認をしてみたんですね。で、その辺の情報も今日共有できればと思うので、お話ししたいと思います。アップルの方にはね、今お話ししたような形で説明をして、今 iPhone でそういうソフトウェア的にエラーみたいに送ってるんですかっていうことを確認しました。そうするとね、複数そういう連絡があるっていうことはお話しされてました。3つぐらい試してほしいっていうことで今言ってるそうです。で、1つはネットワーク設定のリセットですね。一般の設定のところにあるネットワーク設定のリセットをすると、これで解決するパターンの人もいらっしゃるそうです。で、2つ目は iPhone の中にウイルスソフトを入れてる人は削除してくださいって言ってるそうです。これもね、改善する方がいらっしゃるそうです。で、3つ目は iPhone を初期化してくださいということだそうです。で、この3つ目はね、もう1番2番がダメだった人に対して言ってるそうなんですけど、まあ、いろいろ話を聞くと、この3はね、結局やらなくてもいいんじゃないかっていうような結論に達したんですけど、今いろんな情報がね、だんだん集まってきたところ、やっぱり iPhone のソフトウェアアップデートがおかしくて通信ができなくなっているような状況が起こってるっていうのを認識し始めてるそうなんですよ。今エンジニアを中心にソフトウェアアップデートを次かけるべくやってるそうなんですね。で、 Apple の人から聞いたお話もちょっとここで整理するとですね、 Twitter だとドコモ系の回線だけ起こってると思ったんですけど、実はそうじゃなくて、ソフトバンク系だったり au 系だったり、そういうところもね、やっぱ通信障害として起こってるらしいです。しかもドコモ au ソフトバンクの直接な回線も起こってて、格安 SIM にも起こってる、まあ全般的に起こってるような事象らしいです。ただそこの区別が今のところわからないそうで、困ってるっていう風な言い方してました。あとは iPhone 11とか 11Pro の人だけに起こってるのかなっていうことも考えてたんですけど、どうやらそうじゃないらしいです。これはね、なんか 10R とかね、 10S の人も同じような現象が起こってて、通信キャリアにもよらないし、端末にもよらないし、よくわからない。共通して言えるのは iOS が乗ってるっていうことなんで、 iOS で何かしらのエラーが起こってるんじゃないかということで、今一生懸命探しているそうです。で、結論としてはね、先ほど言った3つ試してもらうしかないと思うんですけど、それで改善されれば OK で、もしダメな人はね、もうちょっとそのまま待つしかないですという風な感じでお話をいただきました。 Apple の方、非常に丁寧にご説明していただきました。で、その窓口の方がね、悪いわけでもないんですけど、非常に何回もお詫びを
いただいて、まあ、こちらも大丈夫ですよっていうことでもうちょっと待ちますねっていうことで電話は切ったんですけど、まあね、非常になんか苦しそうな感じでした。ということで現時点ではね、まあ、通信障害が起こっているよという事実は分かりました。ただしそれの解決方法としては可能性がある事項としてはネットワーク設定のリセット、であとはウイルスソフトを入れている方はウイルスソフトを削除する、でこの方法でダメな場合はもう初期化しかないそうです。ただしこの初期化してもね、多分今の1番2番最初の2つをねやってもらって改善しないとはなかなか難しいんじゃないかっていうこともおっしゃられてて、初期化まではする必要はないと思います。一応こういうことが分かりましたまでしかちょっと今日はねお話できないんですけど、あの大手キャリアじゃなくて格安ジムを使われている方たくさんね最近増えてると思うんですけど、この方はね今自分が使われているキャリアというか MVNO ですね、そこの会社さんが最新の iOS に対応しているプロファイル、僕 APN とかって言うんですけど、それの最新版がちゃんと最新の iOS に対応しているかっていうのを確認してください。もし対応してない人は iOS のアップデートはしないで待っててください。これやっちゃうとね、先ほど言ったみたいにもう何もできなくなるような形になるので絶対にダメです。アップデートしてしまった人についてなんですけど、アップデートしてしまった人はねもうとりあえず待ってください。ウェブ上に行くとねダウングレードするようなファイルとかっていろいろ落ちてると思うんですけど、下手にそれするともう本当に何も iPhone を触れなくなる可能性が出てくるんで、今回はとりあえずちょっとこのまま待っていただいた方がいいと思いますね。はい、僕が把握している情報とあとアップルの方に問い合わせた情報についてお話しさせていただきました。ということでお話しした内容が以上なんですけど、とりあえず待ってくださいというのが今回の結論です。でいろんなところね記事で当たっていくといろんなパターンでこういう状況になってるとかっていう人がいらっしゃると思うんですけど、なるべくちょっと冷静に読んでいただいてすぐに自分では動かずに待ってもらった方がいいかなと思います。 iOS まだ上げてない人はね上げないでくださいね。ちょっと待ってた方がいいと思います。上げてしまった人はもう我慢しかありません。なるべく Wi-Fi につないで、まあ、電波の入るところにいてもらうっていうのしかないのかなと思います。はい、ということでお話をさせていただきました。高いお金を出して新しい iPhone を手に入れたのにちょっと動かなくなるのは非常に残念ですよね。ここ最近 Apple に対して思うことなんですけど、ソフトウェアアップデートがね非常に多すぎますよね。2日連続でアップデートが来たりとか、あと急ぎ足な感じが否めないかなと思ってます。結構ね安い買い物じゃなくて高い買い物になってるんで、この辺ねちょっとしっかり頑張っていただきたいなと思います。 Apple って Mac もあるし iOS もあるし、特に今回iPadOS にも分かれたしっていうところでね、結構このいろんなやつその連動を取るためにソフトウェアがうまくいってない可能性もあるんじゃないかなと思うので、まあ、その辺ねちょっとなんとかもうちょっと頑張っていただきたいなと思います。僕は結構Apple も応援してるのでなんとか頑張ってほしいと思います。皆さんの参考になるかわからないんですけど、今日はこんな感じで今起こっている iPhone の、まあ、通信障害みたいなものをお話しさせていただきました。まあ、とりあえずはお待ちください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。